小川敏夫は、日本の政治家、弁護士、裁判官、検察官、バッシュ、立憲民主党所属の参議院議員、参議院副議長、法務大臣、法務副大臣、裁判官弾劾裁判所裁判長、民進党参議院幹事長、民進党参議院議員会長、民主党参議院幹事長、参議院政策審議会長、参議院外交防衛委員長、 農林水産委員長、内閣委員長、決算委員長等を務めた。2012年1月13日、法務大臣就任の記者会見2012年1月16日、法務省職員への訓示東京都練馬区生まれ、立教高等学校、立教大学法学部卒業。立教高校の同級生に、長倉万次同期生に、西岸、良平、本田明彦。 宇野治さむ、細春尾身がいる。1970年、司法主権に合格。1973年に、判事部任官、静岡地方裁判所などに勤務。1976年に、検事へ、転換し、東京地方検察庁検事等を歴任。1981年に退官し、弁護士に転身する。1988年に、 女優の一毛吉江と結婚したが、後に離婚。この件について、週刊文春など様々な雑誌、新聞紙によって、小川の DV が原因で離婚と報じられている。しかし小川側は、プライバシーの侵害として新調舎を提訴し、東京高裁で和解が成立している。新党先駆けに入党するも1996年に離党し、 同年の第41回衆議院議員総選挙に旧民主党公認で東京都第9区から出馬したが新進党公認の吉田孝一に敗北し比例復活も果たせず落選。1998年の第18回参議院議員通常選挙に民主党公認で東京都選挙区から出馬し初当選。2004年の第20回参議院議員通常選挙に 民主党公認で東京都選挙区から出馬し再選。2007年には民主党参議院幹事長、参議院外交防衛委員長、参議院決算委員長を務める。2010年6月、旧民主党時代からの盟友であり、同じ東京選出の菅オトが民主党代表に選出される。菅執行部のも第22回参議院議員通常選挙に民主党公認で 東京都選挙区から出馬し、参戦。同年9月、官大一次改造内閣で法務副大臣に任命される。柳田実法務大臣が出現により辞任した際は一時、公認の法障就任が取り沙汰された。2011年1月に発足した官大二次改造内閣でも法務副大臣に再任され、同年9月の内閣総辞職まで務める。 2011年11月、西岡武雄参議院議長の死去により、平田健次民主党参議院幹事長が、西岡の公認の参議院議長に就任し、民主党参議院幹事長に起用された。2012年1月、野田第一次改造内閣で、法務大臣に任命され、初入閣した。大臣在任中、陸参会事件に関連して、検察の捜査報告書偽造が、 明らかになり、小川はこれに関する検察の処分を問題し、再調査指示の指揮権発動を野田首相に提案したが受け入れられず、6月の内閣改造で離任した。小川は後日インタビューで、この件が理由に解任された胸をほのめかしている。同年12月、参議院に予算委員会筆頭理事に就任。2015年10月、民主党参議院幹事長に就任。 2016年7月10日の第24回参議院議員通常選挙で東京都選挙区に民進党公認候補として出馬最後の枠だった6位の得票で4選同月民進党参議院議員会長に就任2017年11月17日民進党参議院議員会長に再任2018年4月27日 民進党に提出した離党届が受理され、同日中に立憲民主党へ入党届を提出した。同年5月11日、立憲民主党常任顧問に就任。2019年8月1日、第32代参議院副議長に就任する。副議長就任に伴い、立憲民主党会派を離脱し無所属となる。2011年6月3日、 法務副大臣として、全国刑務所作業製品店にて、挨拶2011年6月3日、法務副大臣として、全国刑務所作業製品店を、視察全国刑務所作業製品店に出展された、津軽塗委員官を、購入政権交代前政権交代後1999年、国旗国家法案の参議院本会議における採決で、反対票を投じた。 2014年4月21日、元行政刷新担当大臣の蓮舫や社会、民主党党首の吉田忠ともと連名で、第2次安倍内閣が目指す憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認を支持しないよう、アメリカ大統領のバラク・オバマに求める文書を在日米大使館に提出した。賛同者には野田邦義、小西博之、 有田義父、徳永恵、福島みずほなどが名を連ねた。先に法米市民主党は公使用人に前向きとの認識を示していた元防衛副大臣の長島、秋久はツイッターで、属国でもあるまいし、投げかわしいと批判した。法務大臣の就任記者会見では、前任の平岡秀夫をはじめ枝さつき、戦国吉虎民主党出身の法相が、 いずれも慎重な姿勢を示していた死刑の執行について法律で定められた法省の職責なので大変辛い職務だがその職責をしっかりと果たしていきたいと述べ死刑の執行に前向きな発言を行い2010年千葉慶子法務大臣が設置した死刑制度の省内勉強会もすでに議論は出尽くしたとして一方的に打ち切った2012年3月29日 小川が死刑執行命令を出して、宮崎連続強盗殺人事件、横浜前妻一家殺人事件、下関通り魔殺人事件などで死刑判決が確定した計算名の死刑囚に対する死刑が東京、広島、福岡の各拘置所において執行された。死刑の執行は2010年当時の千葉稽子が二人に対し執行して以来約1年8ヶ月ぶりで、 野田内閣の下では初の執行であった。執行後の会見では内閣府の世論調査でも85%の国民が死刑を支持しており、また裁判員裁判においても死刑は支持されている。死刑執行は法務大臣の職責であり、法律の規定通りに職責を果たすことが法務大臣の務めであると述べ、死刑執行は法省の職責であり、 国民から死刑が支持されている点を強調した。第一次、安倍内閣の2007年3月5日、参議院に予算委員会で、アメリカ合衆国会員で決議された、アメリカ合衆国会員121号決議に異議を唱える安倍晋三総理大臣に対して、謝らなければいけない立場なのに、証言は、事実無根と言っても、国際世論は賛同しないと批判した。と再批判をした。 同意委員会で小川は大変な暴言。今度は下院、院全体で決議が出るかもしれないと。そのことによって生ずる我が国のこの国際的な評価、これが低下することを憂えて言っているんですよと激しい批判を行ったが、この決議の根拠となっている歴史認識については小川は3位も否定を表明することを拒んでいる。 選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正に賛成しており、国会への法案提出では、複数開発議者に名を連ねている。選択制で、どうしても、その必要がある人について、あるいは、それを希望する人について、それを認めていい。これを認めることによって、その弊害というものもあまりないと述べる。2015年6月12日には、 筆頭発議者として、超党派野党の民法改正案を参議院に提出している。婚外子差別の撤廃に賛成する。2013年11月21日に、出生届への記載事項から着出、非着出の別を削除する、胸の戸籍法改正案を野党共同で参議院に提出した。永住外国人も委員になりふる人権委員会、設置法案を推進。 2012年6月4日に発足したのだ第二次改造内閣で法務大臣を退任後民主党の法務部門会議に就任。その後人権侵害救済機関人権委員会を法務省の外局に新設する人権擁護法案を立法化に慎重な議員らの反対意見を一方的に押し切って了承した。小川はこれ以上議論してもいずれ党内がまとまる雰囲気ではなく このタイミングで結論を出したと了承した理由を説明した。この一方的な行動は、次期衆院選で人権団体の票を得るためなどと党内などから批判された。内閣総理大臣の靖国神社参拝については、政教分離の観点から反対しており、国立追悼施設の混流を推進する立場をとっている。脱原発を掲げる。 艦隊平洋パートナーシップ協定には反対の立場を取る。普天間基地は辺野古ではなく国外に移設すべきとする。2006年4月26日に参議院議員会館で行われた共謀罪に反対する超党派国会議員と市民の緊急院内集会の呼びかけ人を務めた。連絡も大が2003年に行った児童ポルノ禁止法による漫画や、 アニメなどの創作物への規制、及び単純所持規制に反対する請願署名、児童保護に名を借りた創作物の規制に反対する請願署名の紹介議員を務めた。2016年の参議院選挙の秋葉原での街頭演説にて、小川は表現の自由を否定することは、一人一人の存在そのものを否定するものでありますと発言した。さらに枝野幸男幹事長が、 民進党政策集について誤解を招きかねない表現があったがアニメや漫画を規制しようというものではないとの発言についても同意した。2010年、小川の総資産は1億5千1 0万円で参議院議員の中で5番目に資産が多かった。2005年時点では同一位だった。オーナーとして競争馬を所有するほどの競馬ファン。代表所有馬は 日経賞2着などの実績を持つイタリアンカラー。放置新聞が報道した前妻との離婚原因が事実無根であるとして、小川は民事訴訟を起こした。東京地裁、東京高裁の両判決は名誉毀損を認め、放置新聞に対し、記事の取り消し、謝罪広告の掲載及び謝料の支払いを命じた。また、週刊新潮の同様の報道に対しても、 事実無根であり、名誉を傷つけられたとして、発行元の新庁舎に1000万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした。新庁舎は220万円の支払いを命ぜられた。このほか同様の記事を書いた週刊文春に対しても、名誉を傷つけられたとして、発行元である。 文芸春秋に対して200万円の損害賠償並びに謝罪広告の掲載を求める訴えを2012年11月2日に東京地裁に裁判を起こし勝訴した。結果、週刊文春2016年9月1日号110ページに謝罪広告が掲載された。ありがとうございます。